松尾チャンネル。はい、皆さんこんにちは。今日はね、ちょっといろいろ大岩川源太先生ね来られるんで、別バージョンでいろいろね収録をする予定にしております。ご存知でしょうか、この大岩川源太先生はこの源太カレンダーでね結構名前を売ってるわけですね。1年間のスケジュールをねこのカレンダーの中にしたためて、皆さんこれから例えば6月はどうしたらいい、7月に向けてどうしたらいい、まあそんなことをね、解説をされます。ぜひね、じっくりとこのお話、まあ源太カレンダーとは何ぞやも含めてね、注目をしていただいてご興味持っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、源太です。どうも。6月から7月にかけての、まあ、カレンダー解説ということなんですけれどもね、まあ、6月というのは、まあ、昔からなんですけれども、まあ、少しこう動きにくい部分がやっぱりあるんですね。まあこういうふうに前半は少し高くても後からこう下がってしまうというパターンですね。まあ、こちら見ても毎年そうなんですね。前半に一つ動きがあって後半にちょっとこう下がるという、まあそういうふうな、まあ流れがずっとあります。で、これは一つは、まあ、年金ね、欧米年金の中間決算ということで、まあ彼らが売らなくても買いにくくなるというところがあるんですよ。だからスタート、のっけのところでね、まずこういうふうな上げがあるということは、まずこう、ヘッジファンドが前半的に、前半で、前の月、中間決算を迎えますから、その次のセッティングに入るんですね。で、それを買った後に、まあまあ、いつもこう、売りが出るということなんですよ。だから、今年の相場なんかでもよく言われるのが、まあ、こういうことを知ってる人たちがね、まあ一応ですね、この SQ ですね、メジャー SQ が終わってしまうと、株価が下がってしまうのではというのは、そういう売りが来るからなんですね。まあというのは、まあ日本株見られてもわかるように、今世界で今一番ね、儲かってるのは日本株なんですよ。だから、まあ、うまくいかない運用に対して、まあ利食いが出るんじゃないかなというふうに言われてるということなんですね。まあそれが正しいかどうかはわかんないけれども、頭の中ではちょっとそういう意識もしておいてもいいんじゃないかなと思います。ですから、まあまあ、このね、今日8日なんですけども、ここの8、9、まあここのあたりが非常に動きにくくって、まあ流れができるということなんですが、ただね、今回まあ日経平均見てもやっぱり非常に強いというんで、売りは来るだろうけれども、そのクロスで引き取るような形になって市場の方にあんまり影響しないと思うんですね。ですからこの14日のところの動きでどうなるか、つまりここ SQ が終わってもまだ SQ の後の処理みたいなのが少し続いてて、ちょっと方向感難しいと思うんですよ。だけどここの14日ぐらいになってくると方向が決まってきやすい。まあリズム的に考えて、まあちょうど週の真ん中で強気になりやすいということなんですよ。だからここらで変わるか、もしくは悪くなるとしたら、まあここのメジャー SQ ですね、こちらのニューヨークの方の、まあここで変わってくるんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ要するにまあ普通の相場に今日本がなってるんであるならば、来週からはあんまり上がらんだろうということなんですよ。で、ちょっと様子を見るだろう。で、それが特殊な相場でまだ買いが続くんであるならば、16日以降になるとアメリカの方でも SQ 入ってくるんで、それが済んじゃうと、まあ、世界全体の株が大したことない動きになりやすいなっていうことなんですね。まあ、ここのところよく見てもわかるようにね、日銀とかそういうところの動きがこう出てくるわけなんですよ。だからこれがややこしいですし、ここ FOMC がここあるんですよね、これ。だから、先日からね、金利が上がる、下がるとかいう話がいろいろあるんですが、おそらくまあ、今回の数字いろいろ見る限りでは横ばい、まあ、動かさないだろうというふうに僕は思ってますけどもね。だけどそういうのがあって、でもう日本の方で今回のこの大きな下落のきっかけがね、 ETF を売るとか売らんとか言ってもないのに、売るとしたらとか言われて、言って答えたらそれに機械が反応してバシャッと売っちゃうんですから、まあちょっとそこの2つは気になるところだなというふうに私は感じますね。まあだからそこのところをとにかくこの14日に確認をしてから動くということがこっちでは大事じゃないかなと思うんですね。ここでもしも強くなっていくんだったら、まあ
月の20日ぐらいね、20日ぐらいのところまでは、まあ、あのいつものことですけれども、まあ、一方通行型になるだろうと。で、それが済んじゃうとね、今度は逆に、ね、必要性がなくなりますからね、強くする。それともう一つは月の20日超えると、やっぱ商い面が変わるということがあるんで、それがあるので、ここのね、月替わりからが一つの勝負になってくるんですよ。で、特に、この月替わりをちょっと大事にしたいね、背景というのは、まあ、やっぱり一つ考えていただきたいんですけども、やっぱり夏休み、7月の相場というものが、こういうふうに、前半と後半が違うという、まあ、6月もそうなんですが、6月もちょうど反対なんですね、これ。まあ、過去はどうなんだったかというとですね、まあ、なんて言ったらいいんですかね、昔はね、スタートが、こう、高くて一定のところからカクンとこう落ちる、こういう形の、まあ、平均だったんですよ。ところが最近はですね、前半でまだしっかりしているものが後半になってもう一回上がってきたりとか、まあ、割とこういう風に多いわけなんですよ。これは一つはね、みんな勘違いしてるのは、前半が悪くてうんぬんとかこう言いますけれども、要は彼らが最初にまあ何らかのセッティングをして、その後のまあ行為なんですね、動きは。だから逆に言うと、ここの部分でセッティングしちゃうと、ここの半分以降は、前半に売られたら上がっていくし、後半ね、前半高ければ下がっていくという、まあ、こういうものがずっと続くというふうなことになるんですよ。だからそれを参考にすると、月替わりのところで、まあ、買いに来るか売りに来るか、それをよく見るってこと。で、なんで後半ダメになるかというと、やっぱりバカンスですね。バカンスがあるから、まあ、どうしても人が、参加人数が少なくなる。日本の方も夏休みがないんで、ちょっと、不安になるってことですね。で、ここらあたりまでは、こうやって見ると、こう、斜めできてますね。だから7月のこの月の20日ぐらいまでは、あまり問題はないと私は思ってます。まあ、要するに、その前の月の延長ですね。だから3日新報だからちょっと荒れやすいということはあるんですけれども、それは後半の方だと思うんですね。つまり前半もしも、いつもの中が過去のように、買い物できたら、後半になると人がいなくなる。で、その人がいなくなる要因というのが、この、まあ、一つは、こう、日本の方で言うと、この、14ですね。いや、15ですね。15、16、17の3連休で、みんなが夏休みモードに入っちゃうということですね。で、ここのところが、まあ、新月になってるんで、まあ、ね、ちょっと精神的にこうちょっと揺れやすいということなんですよ。だから結局、まあ一方通行で来るんだろうけど、月の20日ということで、商いがね、やっぱり種類が変わりやすいということを考えればいいんですね。だから、まあここが中心なんだけれども、その兆しがこの3連休後の18日の、しかもこれおそらくこう前場も箸にも棒にもかからんから5番になって、動きが出て、その特徴を持って次の20日を見るということなんですね。で、ここで相場がまた変わっていくんですが、もしもですね、この21日、24、25、ここらでね、下がり始めると、今度は、第一四半期の決算が出てくるんですよ。だからおそらく、安川あたりがね、いつかわかんないですけども、大体、まあ、13、14あたりで、こう、2月ものの決算が出てくると思うんですね。で、それらの動きはどう動くかをよく見といてほしいんですよ。で、それがあって、その影響を受けて、まあまあ、こっから、こっちということになるんですね。要は、20日を過ぎて株価が下がり始めて、なおかつ、その、盛り上がりがないという形になるってくると、まあ、24、25、26ですね。ここのところで盛り上がりがないということになって、しかも下に行くということになったら、ちょっとこれ長引く恐れがあるんですよ。で、これ人がいないんで支えることができないんですね。だから27日から再び下がり始めるということもあります。これはもう過去の経験則ですから何とも言えません。ただ逆に18日から上に上がり始めて、月の20日を超えたら今度は売る邪魔がいないっていうんで上の方にぐっと向かい始めると、27日にもしも株価がね、
上の方に上がっていくんだったら、お盆まではこう株価はこう上がりっぱなしになって、まあ、夏の天井ってよくありますけれども、その可能性があるということなんですよ。だから上とか下とかここ決めて動くんじゃなくて、まあ、ある一定の日にちを決める。まあ、7月でしたら、まあ、のっけのところがあるんですけども、30日とか29日あたりの動きを見て、ね、6月の。で、6月、7月の6日まで、まあ、見る。で、6日の5場からなんか新しいものが出たら、そっちの方に乗り換える。そして次の週は、まあ、ね、なんていうんですかね、SQ の週ですから、SQ の、まあ、2日前、まあ、つまり12日を軸とした考え方をここでしちゃうんですね。で、ここでの動き方を見てどう動くか。で、それを、まあ逆張りをするべきなんですけれども、そこで勢いが強すぎてどこまでも行くような感じになってくると、やっぱり月の20日で止まる。で、その兆しを18日で知る。そしてその次はもう27日の月替わりからの行動をするということで、まあちょっと、ここでもしも下に行き始めたりなんだりしちゃいけないんで、まあ、12、13、14、ここらで少し軽くして、まあ、安川とかそういうものの決算発表をするものの動き方をよく見るということなんですね。だから、特に2月決算ものということになると、食品とか多いです。サービス業多いです。だから、サービス業がどういう状況なのかというのを見れば分かるはずなんですね。で、それがいいのに反応しないという場合でしたら、今までのこの株価の上昇というんで、先取りされてるというふうに取ればいいんですね。だからそれをされてるかどうなのか。なぜかというと設備投資がいいから意外に製造業とか強いんですよ。低く出してるけど意外にいい数字出すんですね。だからそういうところがあるんで、その決算に対して2月ものがどういう反応をするかというのをよく見ておいてほしいんですね。12、13、14で。そして18日を参考にして月の20日以降の流れを、まあ、掴むということです。そこでもしも下がり始めたら、ちょっと我慢する。で、特に7月の後半に下がり始めると、8月の、まあ、お盆まで続くというのは、まあ、いつものことなんですから、だから、まあ、もう一度、この27日、特に5場ですね、ここの5場に、どうなるかというのをはっきり見ておこうという、そういう考え方でいきたいと思うんですね。まあ、難しい相場です。強い相場ですが、あんまり儲からん相場なんですよ。だけど、そこのところはこういうふうな日程によってうまく自分で組み合わせて、増やしたり減らしたり、増やしたり減らしたりと、そういうふうにやってほしいですね。また行きます。どうも。ということでね、いかがだったでしょうかね。源太先生のこの源太カレンダーの解説ね。私たちも、ぜひね、こういうカレンダーを使ってね、なんとなく株を楽しんでいきたい。まあね、こう、全体相場が強いとき、弱いとき、いろいろありますけどね、こういったツールも活用しながらね、ぜひ株を楽しんでいただくということが必要かと思います。よろしくお願いいたします。